グレートジャーニーは日本の競争場。引退後はフランスでタネボバとしてつなぎをされている。半兄にノーリーズンがいる。2003年に競争場デビューし、デビュー戦で初勝利を挙げた。2004年には新山記念を制して重賞初勝利を挙げた。しかしその後はクラシック戦線を中心に出走するが大敗が続いた。 2005年も不審が続き6月には1600万、下クラスに高級したが、この年は2勝を挙げた。2006年、ダービー協チャレンジトロフィーを制して、重章2勝目を挙げた。この時、単勝11番人気で、2着のキングストレールは3番、人気だったものの3着に15番人気のキネティクスが入り、3連単は125万840円の配当がついた。 しかし結果的にこれが最後の勝利となってしまった。2008年1月16日付で日本中央競馬会の競争馬登録を抹消され競争馬を引退することになった。同年春よりフランスのルマンディにあるホリス・デ・ランレイで種ボバ入りするために移動した。その後、2014年からは同じフランスのホリス・ジュグランド・チェスナイでもつなぎをしボバとして生活を送っている。 主なサンクボンバの他にグレートジャーニーという馬が中央競馬に在籍していたことがある。こちらは1993年生まれ、父リアル社内、母モーニングエコーの大馬で中央通算29戦一勝という成績を残した。ありがとうございます。